皆さんこんにちは。声優 e スポーツ部3期生の内山ゆりなです。今回は最近設立されたセスポマイクラサーバーのワールドツアーを行っていきたいと思います。ここ1ヶ月前くらいかな、そのくらいにできたワールドなんですけど、もうめちゃめちゃ進化してるんですよ。もう今この画面でももう見えてると思うんですけど、本当にいろんな建物がね建設されていたりするので、ちょっと見ていきたいと思います。レッツゴー。まずここですね。ここは多分現在も何もないのかな。もうね、本当にこのワールドができたあたりはなんか52どうぞみたいな倉庫になってたんだよね。こうやって鐘も鳴らせます。すごい、今ここに52どうぞっていうのがありますね。これもう鉄はもうないけどまあまあまあね、いろんな方がね入ってるからね、そういうこともある。ブーツある、すごい。しかもエンチャントの修繕がありますよ。いいですね、これは大きい。さあ早速上がっていきたいんですけど、どうしよう、上から見る。一旦こんな感じになってます。すごくない？これ本当にすごいよね。何もなかったんだよ始めた頃は。いや、まずここね、気になるよね。まず行くよねここだってさ、ほら見て、すごいよ。おお、繋がってる。ここおしゃれなお家が建っておりますよ。すごい立派なお家。狼もいっぱいいる、スケルトンホースもいる、すごい。まあ、ちょっとねここは家主が不在ということでね、ちょっと入るのはちょっとあれなんで、ちょっと、窓から見た方がちょっと泥棒っぽい、もしかして。まあでもこんな感じでね、ほらもう本当に立派なお家で、自分のね農業もねちゃんとやっちゃっていいですねあ、釣りをしてらっしゃる方がいらっしゃいますね。ミラインさんかな、ミラインさんが釣りをしています。すごい、1マスの水で釣りしてる。どうもどうも。え、猫ちゃんのご飯だって。へえ、あげてみますか、せっかくだから。おお、かわいい、かわいいぞ。この子の名前はチョコちゃん、チョコちゃんなんだね。ではいいですか良さそう、入ってみます。お邪魔します。あ、猫ちゃんはどこにいらっしゃるんだろう。ちょっと、まだ猫ちゃんいないのかな。猫ちゃんはどこだ。あ、でもすごい、尻尾になってんだ。めっちゃイントネーションおかしかった今、尻尾あ、じゃあ猫ちゃんがこれからここにいっぱい来るわけだ。そういうことですよね。わあ、これは楽しみですね。まだこの進化の余地がある感じ。ありがとうございました。すごい、かわいい、こんな感じになってます。ミラインさんのお家ですね。わあ、すごい地図あるじゃん、ほら。え、ここもなんかあるの、ここ知らないよね、誰かのお家なのかな。すごい大きくなったなこれ。こことかはね、村ですね。マイクラに自然生成される村とかがあります。お、誰かいらっしゃる。誰でも自由にお入りください。来た、こんにちは。すごいすごいすごい、よしよし、すごい、なんか面白いぞ。めちゃめちゃあるじゃん、ろうそくすごいろうそくあるよ。え、調理ルーム、何、気になる。うわ、すごい、もうここで自由に調理していいよってことなんだ。すごい親切なお家だ。扉がねいっぱいあるんですよこの家、気になるよね。え、ここはなんだろう。あー、側面、あ、お豆腐屋さん、お豆腐屋さんだったんだ。じゃあここトイレとか。怖い、何、うおー、おー、これ、ワクワクする。うわ、すごーい、え、何ここ
こくじゃん。うわすごい珍しいものまで。ピンクのね羊ちゃん珍しいんですよね。赤もそんな見たことない珍しい系の。なんか鳥で、あ、かなたのお家バージョン 4.0 いいね。お邪魔します。うわなんかすごいよ、鳥でっぽいわ、さすが。これだって、うわもうこれ出たら戻れないやつね。おー、ちゃんとベッドの色までこだわってらっしゃって。あ、エンチャント本がありますね、すごい。こっから見に行くんだ。おー、ネザーゲートがある。自分のネザーゲート孤立させての、わめっちゃ鳥でっぽいじゃん、すごい、かっけー、これいいなー、わいいなー、こういう、やばい、見るとこたくさんある。普通の家、普通くん入っていいのかしら、あれ普通くんさんかな、あそうだよね、建設中。え、何を作ってるのこれ。え、なんか、え、すごい、なんか自動で、待って、レッドストーン、はい、回路作ってますねこれ。すごい、あ、もう自動でもう作物とかも全部育てちゃうよみたいなやつだ。これは大変だぞ作るの。なんかアスレチックとかあったらおもろそうだよね。なんか私作りたいけど、サバイバルで作る勇気ないな。あ、ピンポンしますか。ピンポン、失礼します。お、いいお家、え、めっちゃ、え、海洋の心だっけ、すごいいいお家じゃないですか。失礼します。お、なんと、やっぱみんなお家に地下作るんだな。私も作っちゃおうかな。え、なにここ、ちょっと楽しい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 、なになになに、面白い、なんだ、お、ちゃんとくり抜かれたかぼちゃまであって、あ、ここで多分採掘してるのかな。いいねこれ、やべ、パンダ、あ、こんにちは、あ、よし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 、怒ってる怒ってる、あ、怒ってない、よしよしよし、え、すごい、すごいよ、こんなところまで入ってくるのかって思ったのかな。え、あ、なんかあっちやばい洞窟につながってんじゃん、あっちもだ、ちょ、これ以上はちょっと迷子になりそう、やばいやばいやばい、なるほどね、はいはいはい。このさ橋も普通にすごいんだよな、誰が建ててくれたんだろうねこれ。わーすごーい、え、待って、キノコ島にいるやつじゃないこいつ、どこで取ってきたのこんなの。すごー、あ、この塔はですね、当初私が初めてこのワールドに入った時に、あのアミティがねよく迷子になる子なので、なんか遠く行ってもこの塔で拠点が見つけられますようにっていう意味で建ててあげたやつですね。待って、あのうち何、え、これ何、すごー、うまくね、うま、才能ありすぎ、何これ、うわー、ちょっとどうしよう、誰も家主いないけど、ちチラ見チラ見、うわー、すごい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 、ありがとうございました、よし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 、あ、ここがね私の現在のお家です、じゃん。もう本当に、のワールド入った時にもう秒で作った。もう窓ももう適当1マスでいいやと思って。でもね、プリンキャンのねお家を作るためにここをねお借りしようかなと思って、現在ここに、私のこれですね、プリンキャン本拠地建設予定地って書きました。その後々多分、作っていくと思うんですけど、まあ、まだねちょっとね材料とかがね揃ってないから、ちょっとおいおいって感じになりますかね。そうで、ここアミティのねプレゼントボックスとプリンキャンのプレゼントボックスっていうのをね、こう部員さんが作ってくれてたんですよ。ってことはさ、アミティのさお家もあるってことだよね。そうなんですよ。わ、カワセミさんが、わーすごーい、
え、ちょっとここ何？え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 ？ここ何？うわあ！あ、え、待って、ここってさ、うわあ！さっきのところじゃん！こう繋がってんだ！すごー！おしゃんのお家ありますよ。ベスさんのお家だって。行きますか。ちょっと野蛮なものはしまってね。お邪魔しまーす。え、すげえ、椅子じゃん。お花もあって、窓もあって、ベッドもあって、あ、こんにちは。こんにちは。ベスさんのお家らしい。あ、なんか嫌だったかな、入ってくんの。なんだ？え？くれた！ありがとう！え、おもてなし、これ。あ、私が欲しがっているネザーコーツ60ワンスタックもありがとう。上にも行けるんですね。おお、タケノコニョッキッキ、うわー、なんかいい、ここすごー、桜っていいの。え、ちゃんとなんか恋っぽい感じに置いてらっしゃる。え、めっちゃ雰囲気いいね。え、ちょっともう一個気になる扉があったんですよ。これ何ですか？お？また地下です、これ。おー、畑ね。はいはいはい、いいよ。あ、ここは多分採掘場ですかね。え、なんだこれは。なんでこれ？なにこれ？どういうこと？え？直下した跡があります。え？え？え？あ、直下して、取ってたんだ。なるほどね。私も地下作っちゃうからね。隠し扉の中に作ろうかなって言ったら、多分もう情報を出しちゃってるからダメだよね。いっぱいある、いいお家が。ここはアミティのおいしいパン屋さん。ほーん、アミティのお家だから入っていいでしょ。失礼します。あ、ちょ筒抜けやないかい。もうね、全然気づかなかった。ありがとうアミティ、立派なパン屋さんにするんだよ。え、ここ初めてじゃない？私テクテク、なんかこっちっぽくない？と違った。あ、でもなんかここっぽい。あ、こう行くのが正解だったんだ。こうか。あ、入ってよき。結構栽培系なのかな、ここの方も。こちら見しよう、こちら。うおいや、これもうなんかすごいよ、これだって。めっちゃおもろいじゃん、これ何？いつの間にこんなの。怪しい地下につながる階段発見しました。プリンちゃん行きます。あー、はい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 。おー、うわー、洞窟につながってるんだ。すごーい、すごーい。え、スライム湧いてる。これすごくない？え、でか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 。え、な、え、な、え、な、え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 、すごーい、楽しい。ここか、これね。だってこれ怪しげなボタンですよ。トロッコってどれだ、これか。レッツゴー。うわー、おお、うわー、うわー、怖い怖い、何？落ちてる、落ちてるよ、落ちてるよ。なに、わかるわかるわかる、なに、何が明るいの。あー、え、は、一体何が起きている。ふわ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 、葉桜さん、やばい、これ足を立てるな。
泥棒みたい。でもこの人モサですよ。見てください、あのマント、あれは空を飛べる証拠だ。ふーんふーん、ハチミツもあって、こうやってどうやってこの人は上に戻ってるんだ。いや、ネザーに何かあるのかも。こんなに発展してる方のネザーだったら、早っ、一瞬でいけんだクリエって。え、あ、ここに戻っちゃうんだ。あ、そっか、近いからか。へえ、すごい、めちゃめちゃ楽しかったな。こんな感じですかね。これは何、これも、お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 、深いね、ここ深いよ。これも楽しんじゃうよ、深いから。扉、さ、さ、あ、あ、誰かのお家だった、やばい、なにこの3つの道。あ、これダイヤとか探してたのかな。実はですね、私もう一個ね見つけたんですよね、お家。地図にもなんかさっきあったんだけど、ここですよ、ほら、ちょっと見てみたいじゃん。で、あとね、ここもそう、誰かのお家っぽくない。とりあえずここからまっすぐに行ってみますか。え、違う違う、え、ちょっと待って、あ、バカじゃん、こっちじゃん。行きます。お、ほらほらほら、なんかあるよ。おー、すごーい、こんにちは。ナマケモノさん、ナマケモノさんだ。あ、どうもこんにちは。すごーい、え、トロッコあるよ、すごいよこれ、なんか乗ってほしいって。おお、すごい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 、ってるか気になるよねこれ。うわー、え、なんか、は、戻ってきたのか私は。は、終わりをつけた。じゃん、ここ何、え、なんかまた違うのがある。え、私はもう怠け者さんにここへ来るなって言われたのか今の。なんかあれ、私また拠点戻ってきたぞ。すげえすげえすげえ、え、これ何、どこまで行くの、すごいなこれ作ったの、すっごー、めっちゃすごいじゃん、サバイバルですよこれ。もう一回浮いてね、浮いてから、浮いて浮いて戻ろう、あの人のとこに。もう一回湧き戻りました、どうですか、よし、目の前に立ってやろうぜ、ドン。こんにちは。あ、何か考えてらっしゃる。え、これ何、卒業式のさ、これあれじゃん、写真撮る時のこれじゃない。ディタ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 タタディってやつだよ、ほら、こういうことですよね。え、なんか不思議なお家、お邪魔します。うわ、研究家ですよこれ、すげー、この
この世界を知り尽くした人ってことですね。だってもうだってエンダーチェストあるってさ、相当やってますよ。おお、すごいな。え、めっちゃすごくない？これもだってさ、なんだ？あー、これも栽培系だ。私栽培系あんまりやったことないから、すごいなこりゃ。すごい、ありがとうございました。ここもなんか誰かがね作った道っぽい。おー、発見。何？トロッコあるぞここ。はいはいはい。え、閉じ込められてる。顔なくね？あ、びっくりしたびっくりした。めっちゃこっから見てのっぺらぼうみたいな。びっくりした、こっち見てんのね。そうかそうか。ここは何ですか？あ、アイアンゴレムトラップか。すごいなみんな。トロッコ入れ。え、ほっほっほっほ、こんにちはこんにちは。え、じゃあここが、おお、ここも何か。わ、すごい、工場みたいになってるよ。交渉場、複合施設面白いな。なんか制作管理とか書いてあんの。お邪魔します。サバイバルにとってはめちゃめちゃ良くて、こうやってねこう交換してくれるんですよね、自分の星。え、シルクタッチ強っ。強くない？強くない？強くない？うん、みんながみんなこんなねいいもの、結構いいものをね交換してくれる村人になってるんですけど、みんながみんなねそういう村人が必ず出るってわけではなくて、なんか何回も厳選を多分繰り返さないと、なんかめちゃめちゃいい村人にはなれないんですよね実は。ここもこじいさんの研究所っぽいくない？じゃん、もこじいさんで合ってるかわかんない。仮拠点なのこれで、すごいな。あ、でもちゃんと私とおそろっちの豆腐ハウスあります。豆腐ハウスじゃなかった、あれ以後、あー出ちゃう。これはもう出ちゃダメなんで、こういきますか。かわいい。あ、出ないようになってる。でも一匹だけ、よ、かわいい。私あれ好きなんですよね。結構最新のアップデで、最新ってかまあちょっと前だけど追加されたんですよ、この妖精さん。全焼基地とかになんか閉じ込められてるみたい、アイアンゴーレムと同じような感じで。そう、めっちゃ可愛い。なんか物を与えると懐いてついてくるようになるんだって。そう、私のねプリンキャンハウスはいつかできますので、またできた時になんか皆さんと一緒に写真撮りたいなと思ってるので、そこはディスコードとかでお知らせしたいと思います。うん、すごーい、めちゃめちゃ進化してる。これ見てない家あったらどうしようって感じなんだけど、もう広すぎてね。うわー、お、はい、そんなセスポマイクラサーバーに参加するにはまず声優e スポーツ部の部員さんになることが必要です。声優e スポーツ部の部員さんは申告制でね、はい、マイクラサーバー入りたいですって言ってくれたら、このマイクラのワールドの ID をお配りしておりますので、そちらでログインしていただくという形になっております。現在私とアミティが主に声優 e スポーツ部としては参加してるかなことが多いんだけど、でも多分後々他の人とかもね遊びに来てくれたりするかもしれないので、ぜひぜひ皆さん参加お待ちしております。私が個人的にやりたいのが、なんかみんなでエンドラ討伐とかビザ討伐とか
ウォーデン討伐とかそういうなんかイベントみたいなのやったら楽しいよねっていうのを思っております。皆さんよかったら部員になってマイクラサーバーで一緒に遊びましょう。他にもいろいろ声優 e スポーツ部でできることたくさんあるので興味があったらチェックしてみてください。ありがとうございました。